じゃあ今回は激闘巨大な魔人を実況していきますよ。難しいと思いますがクリアしていきましょう。前々回の激闘光の竜は初見でクリアできましたからね。激闘シリーズかなり難しいですが、これも頑張って初見でいっちゃいましょうよ。はい来た、はい来た、行こう。こちらのミッションはドワーフの族長がやられたらアウトですね。あ、でも攻撃も結構食らうな。普通に食らうじゃん。まずはね、こっちに興味を持たせないとね、攻撃して。移動スピードがちょっと微妙に速いんで厄介なんだよね。その他いろいろ魔物出てくるからね。おお、危ない。攻撃力半端なさそうだね、これは。うわー、やばい。嘘でしょ。あー、魔物来たね、魔物。ここが厄介だよ。族長たちをうまく守っていこうよ。魔物の番人が扉出てきたね、真ん中に。とりあえず大魔人を倒せばクリアになりますから、大魔人撃破を目標にやっていこう。うわ、これその他いろいろ出てきてんじゃないか。移動スピードが速いな。ちょっとストップ。こっちに興味を持て。こっち持て。おい、たわわなお胸の持ち主がおるぞ。もましてやってもいいぞ。おい、こっちに来い。おー、ほら、来たね。やっぱ興味あるんだよ、魔物も。そらそうですよ。あんな胸見たら揉みたいと思うよね。おい、ちょっと待て。揉ましてやるから、待て。おい、揉ましてやるから急ぐな。あー、まずい。族長たちがやられてる。嘘でしょ。ノー、オーマイガー、オーマイガー。こちらの興味なくしちゃう。よし、はやぶさギリーノ、真空ギリーノ。はやぶさギリーノ、真空ギリーノ。イエス、いいぞ。イエス、いいぞ。カモン。アクトがちょっと死にかけてる。アクトピンチ、ハッスルダンス行こう。イエス、よっしゃ、ナイス、ハッスルダンス。オーマイガー、アウチ。アクト、カモン、アクト。大魔人今日待て、こっちに興味持て。よっしゃ、ギガブレイク来るね、これ。よし、来い、ここ。はい、来た、よし。まずはこれで、いろいろとやっちゃいましょう。まずは、火炎切り。来いや、どうした。俺の火炎切りが火を吹くぜ、ベイベー。おいおいおい、お前の股間が見えとるかな。その角度だとちょうど見えるんだよ、お前。意外なもん見せんじゃねえよ、気持ち悪い。吐くわ。吐かせるつもりか。吐かせて攻撃させないつもりだよね。じゃあギガブレイク行こう。天から殺があったイカズチをお前の股間にぶち当てます。ちょん切ってやろう。はっ、ゲッチゴッタンです。行こう、テリー行こう、テリーすぐ行こう。ナイス。あ、これでも簡単にクリアできるね。あ、でも気がつけば族長たちの体力も結構ねえな。しゃ、ナイス。ハイテンションカモン、ハイテンションナイス、来た。行こう、ハヤブサギリーのミラクルソードの何をしとるんだ。どうした、急にどうした。変な動きしだしたぞ。よし、大魔人今日は怒り狂った。だからどうした。お前が怒ったところで何も怖さはない。さーて次はジゴスパーク。お前のチンチンをちょん切ってやろう。思いきちんちん言っちゃったね。思いきちんちん言っちゃったよ。えっ、ガチャです。ほう、さてひるんだところ悪いが、次はゼシカオネータマだ。あー、まずいな。テンション全然溜まってねえじゃん。よっしゃ、でも体力半分きてるね。あー、まずい。族長たちがあそこで襲われている。やめろ、襲うんじゃねえ。そんなおっさんたち襲ったところで何の価値もねえぞ。まずい、囲まれてるね。やっぱここがゼシカオネータマのハイテンションの見せどころだよ。マダンってかなり強力だよね。族長たちがやられたらアウトだからね。族長たちを倒す、族長たちが倒れる前にこのマダンテじゃねえ大魔人を倒せば OK だからね。大魔人倒した瞬間にそこで終わりになるんでね。よし、体力回復。アクトかも。あー、まずいな、族長がやられてるよ。ハイテンション。ちょっと待てよ、その他の雑魚倒していろいろ稼ぐか。ハイテンションもね。あ、ラリホー唱えてんじゃねえか、あれ。厄介な技だよ。うわぁ、幻に包まれた。やばい、嘘んでしょ。これはかなりうざいよ。かなりうざいやつが揃ってるね。思うように進めない。は、まだかよ。ラリホー時間長すぎるでしょ。早くしろよ。どんだけ長いのよ。マヌーサか、マヌーサだよね、幻は。いかん、お前何しとんねん。いかんじゃねえよ。どんだけ脆いんだよお前ら。よっしゃ、ハイテンション来た。行こう。まずい、族長が気がつけば死にかけになってるね。いかんとか知らんし。逃げろお前ら、逃げることを覚えろ。よっしゃ、マダンテ行こう。たわわなお胸が
火を吹くんです。そう、まあ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 なんて、まあ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 なんて、イエーイ、グッバーイ、オーケー、かなりの大ダメージだ。よし、はやぶさ切りの真空切り。こちら興味なくした、ふざけんな、興味ありまくりだろお前。興味ないふりしてんでしょ、ジェシカお姉様の胸見てんの知ってんでしょ、知ってるよ、めっちゃ見とるやないかお前、ただのド変態やないか。おおおおお、あの一つが途切れた、マジか。よっしゃ、ハイテンション来た。よーし、ここからはテリーの見せ場だ。テリーはものすごくハイテンションがすぐ高まるからね。待て、急ぐな、族長の体力を考えれば少し厳しい戦いになりそうだ。ノノ、しかし大魔神の体力も言うほどない。ここで自己スパーク行きましょう。お前のチンチンを二度切ってやろう。一度に二度おいしい。さーて、自己スパークのお時間ですよ。見えとるがな、お前っち。チンチンがね、玉もね。はあ、メスだったのか。こいつはメスだ。しかし気持ち悪い。興味はない。すげえ、うせろ。大魔神のメスとかどこに興味があるか教えてくれ。吐き気がする。ノッ、まずいな。こっちに興味もあった。あと少しで倒せるけど、これ族長たちの体力もピンチだからね。やっぱ、これヤンガスの技だね。ヤンガスの技待ちだ。カモカモカモ。あ、族長たちがピンチ。あそこで魔物囲まれている。ただ魔物自体は大して強くないからね、ここの。うん。あの、手の、なんだっけ、窓ハンドとあれしかいないからね。踊る宝石だ。まあ、ダメージを与えられるということはなかなかないでしょう。おぉ !1000! あー、やばいな。待って、ストップストップストップ。あ、もう倒せる、もう倒せる、もう倒せる。行こう行こう行こう。いかん、大丈夫だ。ヤンガスが蹴りをつけよう。回る、回るよ、ヤンガスは回る。喜び、悲しみ、繰り返し、イェイェイ。ほぉ、ナイス、ゴッツァンです。いただきました、激闘大魔神、巨大な魔神、無事クリアですよ。ホミロンも来てるね、回ってるよ。いいね。あ、ハートが出てる、なんだこれ。よっしゃー、これでクリアだ。クリアタイムは5分22秒。またも激闘シリーズ初見でいけたね。いや、今回はめっちゃ簡単だったよ。あの、もっと大魔神硬いのかなと思ったら全然そうでもないからね。柔らかい柔らかい。めっちゃ柔らかいわ。お、ハイテンション、イェイ。イェイ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 。そして大魔神がメスだったのには驚いたけどね。チンもね、玉もねえだからね。よっしゃ、なんだ、おー、メテオイッチ、これはあれだね、あれだ、あれだ、あれだ、誰の武器だっけ、名前忘れた、あれ、フローザだっけ、あ、名前忘れた、あれの武器だよね、女キャラクターのね、名前忘れた、本当に、こんなボンミスありまっか、皆さん、イエス、でもクリアできた、よかったよかった、はい、今回、激闘シリーズ実況してみましたが、なかなかいいんじゃないでしょうか。簡単にクリアすることができました。最高に気分がいいね。イェイイェイ、これで激闘シリーズ2回連続で初見クリアですよ、皆さん。ほう、気分がいい。もうこれはかなり簡単だったけどね。オーケー、次回もね、激闘シリーズやっていきたいと思います。激闘シリーズじゃないね。次回も祠の方実況していきたいと思いますので。また次回見てくださると非常に嬉しいでございます。サザエでございます。テンションがおかしいね。じゃあ次回またお会いしましょう。グッバイ。